居眠りは寝不足のせいか。やい、ケータ、一体寝不足の原因は何だ。嘘じゃないって。ただいま。おかえり。もういい加減にしろよな。アコネ、リコネ。ご飯にします？アフラにします？ザク、見たでしょ。んリコだけずるい。はい、そんな。ケータ、アコの貧弱な胸は見たくないって。ちょっと何するのよ。ごめん、手が滑った。今のうちに着替えの準備。そろそろケイちゃんがお風呂から上がる頃でしょ。お邪魔します。ケイちゃんの部屋。変態だ。変態がいる。リコ、いつの間に。まさかこれは。そう、これはただのパンツじゃないの。ちょ、どこからそんなもの。アコは洗剤の香りとスリスリしてれば。とほほ、ごめんね、ケイちゃん。抜け駆けしようとしたアコが悪い。ママ、とりあえず一杯。まずはぐっと一息。シチュー食べてよ。あれ、ケイちゃん聞いてなかった？え、とにかく今夜はうちには私たちだけだから。これでよし。あ、ちょっと待て、どうやって中に。てか俺たち兄弟なんだぞ。こんなの欧米じゃん、挨拶だから。うん、おはようケイちゃん。何慌ててるの。行ってきます。私たちの学校行こう。家具だ。あれ、これは。ん、ケイタ先輩。あ、ちょっと。にしても精が出ますね。私も来年は同じ高校に入って。お、いけない。それじゃあケイタ先輩、また放課後にね。放課後ね。夢の高校生活を実現するためにもここは。こうしてても仕方ないし、行くだけ行くか。お互いに考えてることは同じみたいね。今日はケイタの大切な三者面談。あ、アコ先輩、リコ先輩も。今日は何の模様ですか。僕が案内いたします、リコ先輩。しつこい。もう何やってんだよ、あの二人。ケイタ、双子の姉を相手に前よ、シチュに不倫を繰り広げる。そんな、兄弟って。ちょっとほら、待ちなさいよ。いい加減にしろよ、アコネ、リコネ。二人が来たらこんな騒ぎになるのは分かってんだろ。前ん時だってそうだったじゃないか。姉ちゃんたちに来られると迷惑なんだよ。俺は今日大事な用事があるんだから、二人はとっとと帰ってくれ。私たち余計なことしちゃったみたいね。もしかして、アコ姉とリコ姉はこのために。アコ姉、リコ姉。え、ケイタ。あの、ごめん。ケイちゃん。高確率 50% って、まさに博打。俺もまずいって思うんだ。そこ、納得しないよ。高校でケイちゃんとやりたいこといっぱいあるんだから。ケイちゃんの家庭教師になってあげる。一人でずるいぞ。運任せじゃなく、ケイちゃんには絶対合格してもらわないと。もう何やってるのよ、気を散らしてちゃダメじゃない。この方が気合入るでしょ。ただなんかアコ姉の雰囲気がいつもと違って。見たい？今はダメ。今はしっかりと勉強だけに集中しなきゃ。わかった、俺もやるよ。脇目も振らずに勉強だ。ほら、またお姉ちゃん見てる。くそ、負けてたまるか。大丈夫よ、私がついてるんだもん。どうせ私は頭悪いもん。あ、そうだ、ケイちゃん、お夜食は何が食べたい？私もケイタのお世話したい。下の世話ぐらいできる。よく言った、リコ。あらあら、これじゃ私の出番がないわ。三角関係だろ、ちゃんと聞いてるって。ほら、しっかり目を開けて。あ、これ、昨日アコ姉と。じゃあ、全滅ってこと？ごめん。何も覚えてなかったわけ？なるほどね。ごめん。よし、作戦変更よ。今日はスーツじゃないんだ。特別レッスンだから。なんだよそれ。じゃあ、アコ姉の体中に。そう、その調子よ。右ももの内側は
何々して嬉しいって意味。おおはよう。何々を見るルックアットビーインタレスティッドイン。悪い。近いよ近い。獣だわ。どうしたんだよケータ。何もなくてこの成績はないだろう。別に憧れのあの人は先生ってか。なんてことしてんだろう。誰がするか。歴史の勉強はもうバッチリね。ああ、な、何してんだよ。そういね。10分くらい前。はい、今日はテストをします。お姉ちゃんがキスしてあげる。何言ってんだよ。罰ゲームなんて言った罰よ。ちょっとドキドキするわ。ダメ、もう我慢できない。散らさないでケイちゃん。罰ゲームだからな。はい、そこまで。あった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 。ごめんね。軽い。おお、うまそう。サンキューアコネ、これで徹夜したってへっちゃらだぜ。ケイタ、お前アコに毎晩夜食作ってもらってるんだってな。確かにうまいんだけど、パーフェクトなんだけど。いや、見た目じゃない、大切なのは味だ。分かっていたさ、こうなることは。いいんだよな、この場合は。ダメです。調理実習だってよ。ああ、いい感じでございますな。三日月。これ調理実習で作りました。知らないんですか。ほら、こうやって。それもあれです、先輩。これが限界か。やはり買うしかないのか。やめやめ、やっぱり仕方ないか。父さんいる？頼みがあるんだけど。集中集中。なんであんなこと言っちまったのかな。リコね。いや、その今のは。今のは、あ、口紅。開けてみて。さりげなくひどいことを。本当に手作りなのに。はい、召し上がれ。だからキスは禁止だって。だってたまに甘いものとか欲しいんでしょ。キスじゃないんだ。違うよ、チョコだよ。いただきます。リコ姉のチョコをいただきます。嫌な予感がする。もうおしまい。まだまだいくらでもおかわりできるけど。またリコ姉、ここを座って。こんなもんかな。ケータ、息荒い。リコの仕業ね。人のことバカにして。何これ、油。今度は舌だけ出してペロって。ごめん、汚しちゃった。バカケータ、まだ必要それ。あんたもあんたよ、一体何してたの。あんたたち当分の間はお夜食はなし。そんな。知らない。もうちょっと欲しかったのにな。遅いねケータ。最近さ、ずっと二人だけでいる気がしない。いつまでも覚えていたいような。男の子？でも弟なんでしょ。リコがその気になりゃ恋人なんてよりどりみどりでしょ。そんなこと言ってないでさ、試しに誰かと付き合ってみたら。今日はいくつだった。5。私は8つ。試しに付き合ってみれば。私が？でも確かにリコの言う通りだわ。だけどやるならリコも一緒だからね。昔のことを思い出しちゃって。あの時もそうだったね。ケイちゃん、あの時みたいにまた頑張ってるんだよね。今は私たちも我慢しないと。最近根詰めすぎてたからな。ケイタ先輩、一体どこへ行こうというのですか。三日月。ダメです、今日という今日は返しません。ほら引っ張るな。双子のお姉さんの次は後輩の女の子。はあ、ひどい目にあった。そうだ、ついでだから。今はとにかくケイちゃんが玉ひでに合格するまでの辛抱だわ。また一緒に学校へ通えますように。やっぱりそうだ。けど二人ともこんなとこで何やってんだ。私たちケイタが受験勉強を始めてから毎日来てるんだぞ。二人ともこういうとこは本当にいい姉ちゃんなんだよな。あ、それよりほらケイちゃんもお参りすれば。
受験成功合格祈願と。昔からこんなに広かったっけ。それでケータあんなに一生懸命お願いして。そんなんでいいのか。いいんじゃない。リコ、私たち宛てのもある。たち、みんなすげえ本気。今時流行んねえだろこういうの。ありがとう、こんな真剣に。何勝手なこと言ってんだか。もし俺が落ちたらどうするんだ。いいも何もしょうがないでしょ。ケイちゃん、どこ行くの。どこの馬の骨とも知れないやつに姉ちゃんたちは渡せない。頑張って。さあ帰ろうぜ。本当にもう人の気も知らないで。なんだよ気味悪いな。ケイちゃん大好き。私もだ。